東京のイスラエル大使館前では空爆を非難する抗議デモが行われました。イスラエル大使館の前では大勢の人が集まって抗議デモを行っています。今日午後、東京千代田区のイスラエル大使館前にはアラブ人や日本人らおよそ100人が集まり、ガザ地区への無差別攻撃を今すぐやめろなどとイスラエルを強く非難しました。イスラエルの、空爆に対する怒りは非常に強いです。殺すのやめてほしいっていうことです。それが一番の思いです。同じの人間でどうしてそういうことをやってるか、私たちもニュースを聞いてすごくびっくりしたんですよ。夕方にはアムネスティやパレスチナ支援団体など12団体が参加したデモが行われ、様々な人種の人200人以上が集まりました。ろうそくや花を手に持った人々は民間人の被害が拡大しているのを非難した上、空爆の停止とガザ地区の封鎖を解除するようイスラエル大使館に要請しました。